はい、こんばんは。日向坂46が世界一大好き、893チャンネルです。はい、今日はですね、テレビでミュージックステーションが放送されていたんですけど、今日は人気女性アイドルグループ日向坂46が登場して、新曲「君はハニーデュー」をテレビで披露したってことで話題になってますね。で、この曲を聴いて思ったのは、この曲を見たなと思いましたね。はい。まあ、というのも、この曲なんですけど、まあ、この曲というか、日向坂46の、まあ、歴代の曲全部に言えることなんですけど、まあ、歌詞がすごいね、浅いんですよ。はい。まあ、歌詞とか、その歌の内容が、その薄っぺらくて、浅くて、まあ、全くね、音楽として、まあ、その成り立っていないんですね。はい。まあ、つまり、まあ、日向坂46は、まあ、ゴミだっていうことがわかるんですよね。はい。いや、本当に、なんて言うんだろう。日向坂46なんですけど、まあ、他のね、その坂道グループだと、まあ、乃木坂46とか、桜坂46とかいて、まあ、それらのグループは、まあ、結構、その歌とかダンスも上手くて、で、なおかつ、まあ、美人なメンバーとか、まあ、可愛いメンバーとかいると思うんですけど、この日向坂46っていうメンバーに関しては、まあね、そのメンバーがほとんどね、その可愛くないんですよ。はい。まあ、というか、その放送禁止、顔面放送禁止レベルのメンバーがたくさんいるから、なんでこの子たちがそのアイドルやってるんだろうっていつも思うんですよね。はい。まあ、ということでね、まあ、センターの、まあ、正源司陽子ちゃん、まあ、この子はね、まあ、そこそこ可愛いと思うし、で、小坂奈央ちゃんっていう子も、まあ、結構可愛いと思うんですけど、まあ、それ以外のね、まあ、フロントの子は、ま、そこそこ可愛いか。まあ、ただ、その2列目以降は、まあ、正直ね、全然可愛くないなと思いましたね。はい。まあ、特になんだろう、上村ひなのっていう子ね、まあ、特に、この子ね、全然可愛くないやろと思いましたね。はい。なんかちょっとちょいブスがね、いっぱいいるわなと思いましたね。はい。まあ、この上村ひなのってこと、松田よしかって子と、佐々木久美ってのは、まあ、ちょっとね、全然可愛くないなと思いましたね。はい。まあ、正直、なんでこの3人が、その選抜メンバーに入ってるのかがわかんないなと思いました。はい。まあ、というかね、日向坂46なんですけど、まあ、歌が下手とか、ダンスが下手だけとかだったらまだいいんですけど、やっぱりね、可愛くないんですよ。はい。まあ、可愛くないから、もうね、新しいね、メンバー入れないと、まあ、正直ね、これ以上ね、人気が出ないんじゃないかなと思いましたね。はい。まあ、ということでね、まあ、日向坂46なんですけど、まあ、その可愛くないし、まあ、オワコンだから、まあ、正直ね、解散した方がいいなと思いましたね。はい。